ありがです。聞こえてますでしょうか。はい、大丈夫です。これは、有賀研究室のメンバーなんですけれども、我々は筑波の、物質材料研究機構で研究しています。これを見ると分かりますように、我々の研究室というのはプロの研究者、外国人の研究者がたくさんいて、その中に混じって学生さんが研究しています。次お願いします。我々のキーワードっていうのは界面なんですけれども、界面、例えば水の表面とか液体の表面、あるいは固体の表面で分子から生命まで自由に操ると、そういうようなことを目指して研究しております。次お願いします。例えば分子を操るということなんですけれども、これ分子マシンっていうのがあります。これ分子一つ一つが機械のようにして動く、これノーベル賞を取った対象なんですけれども、それをですね、人間の手で動かせる。これ、左側の人がその水面上で装置を動かしているんですけれども、こういうことをすると人間が手を動かしただけで左側のように分子が動いて機械のように動く。これ世界で初めての研究をやっております。次お願いします。例えば細胞ですね。細胞っていうのは、例えば幹細胞、万能細胞っていうのがあるんですけれども、それは取れる量が少なくて、実用のためには増やさなきゃではいけません。で、普通はこれ増やすと癌化してしまうんですけれども、我々は特別な表面を作って、素材で作って、その上で、こういう細胞を培養すると癌化せずにいくらでも増えるという手法を開発しています。次お願いします。これ最後のスライドなんですけれども、我々実は竹谷先生のところと密に共同研究しています。で、界面を使って有機半導体薄膜を作ってデバイスを作っています。で、左下に特徴書いてありますけれども、我々の研究室には外国人がたくさんいます。英語を上達します。プロの研究者は周りにたくさんいます。論文たくさん出ます。将来アカデミックの道を目指す人にとって最適な環境です。詳細研究内容は各セッションで発表しますので、よろしくお願いします。